どうも、あいちです。今回はですね、ちょっと6周年記念ということで1個ネタなんですけど、一番最初に投稿した動画をちょっと今自分が見てですね、突っ込み入れていくっていう動画をやってきます。で、今から画面変えてその当時の動画を出すんですけど、焦点が合ってないんで、うねうねします、画面が。ちょっと気持ち悪くなるかもしれないんで、うわってちょっと不快感覚える方いると思うんですよ。で、申し訳ないんですけど、その方ちょっと画面見ないように気をつけてください。ごめんなさい。そこはね、申し訳ないんですが。では、行きましょう。よいしょ。はい、じゃあよろしくお願いします。今回は、中学校1年生がテストが近いので、計算のルールをちょっとね、まとめて説明しようと思います。これが2012年6月1日に投げたんです。声ちっちゃ、だからテンション低っ、そう、まあ、当時は書いてなかったんですよ。板書を書きながら。で、板書の文字がないんで焦点が合わないんですよね。カホ、これ読めるかな読めるかな若い、そうですね、足し算のルールを。で、最初は中1の数学ですね。まずは、カッコがついてる計算の復習から。例題します。例題します多分カチカチ言ってるのはカメラを置いてるところの上にね、多分時計があって、そのね、カチカチが入ってるんですけど、プラス5です。まあ、自分が持ってる生徒ほとんどがこの問題もう解けると思いますけど、まず答えから。ああ、そうね、これカメラの設定が多分できてないんでね、横に動いちゃうんですよ。人をこちょっと追うんで、これはどうやって反応するか、こう横にうねうねするっていう、というところが、カッコの中に注目してください。カッコの中が今ですね、ここプラスだね。で、こっちもプラスです。ここが、同じもの。これ当時はですね、ホワイトボードが違う、ホワイトボードマーカーが違うんですよ。そう。4という数字と、ちょっと何種類かその後に買って書きやすい。で、今ずっとも同じものをずっと使ってるんですけど、当時のこのホワイトボードマーカーちょっと硬くてですね、自分の中で、そう、そう、好みもあるんですけど、足し算して、だから4と5を足すと9になります。なのでここは9になります。じゃあなんでこれがプラスか、この企画ちょっとまあ1週間前ぐらいにやろうって思いついてやってるんですけど、だからそれ思いついてから見ないようにしてて、見たかったんだけど、これ恥ずかしいね、これいやー、次は何だろう、あれかな、マイナス含めるのかな。今度さっきと同じです。プラスマイナス、プラ足すマイナス7とかかな、足す、こっちの括弧変わります。まず、あ、5でいくのね。なるほど、数字合わせるのが5。この辺からちょっとね、つまずき始める子が出てきますので、こう確認します。そうですね、もう取り方とかも、まず答えから、まあ、喋り方とかそうですけど、わかるかい、考えてね、答え思いついた答え思いついた答え、そうか、当時振ってたんだね、こういう風にね。自分今やらないですもんね、これ。これをどうやってやるか、ここ注目してください。こっち側はですね、いやただ今度こっちがマイナスで、そうだね、マイナス。いや、まあ実際ここは本当つまずくんですよね、最初。まあ最初に今習うところではあるんですけど、で今度違うものが括弧の中に入ってます。で、まあ中学生も高校生もね、まあ実感あると思うんですけど、この政府の計算つまずくとその後計算ずっとやっていくんでね、ここはすごく大事だなと思って、多分ここから取り始めたんですよね。ここの数字さっき足し算しましたね。おそらく6月1日撮影なので、もうこの単元も終わってると思うんですよ、1年生。結構先に、まあ、掛け算とか普通に入ってると思うんですが。キーさん。でもこっからね、大事だから復習取りたいと思って取ったんでしょうね。して、計算してください。で、引き算するときも、大きい方から小さい方を引き算して、5-4で1になります。でもきっとこの喋り方の方が好きって方もいるんでしょうね。今自分ちょっと声張って大きい声で喋りますからね、ちょっと。これのルールです。今、括弧の中、プラス4、マイナス5とありましたが、大きい数字に注目してください。大きい数字、今4と5なので当たり前ですけど、こっちの5の方が大きいです。初めてあれ右下がりますね、やっぱり文字が。まあ今も下がっちゃいますけど、自分こう書きながらやると。大きい数についているマイナスが答えにそのままつきます。だからもしプラスの方が数字が大きかったら、もちろん答えはプラスほにゃららという形になります。なるほど。なるほどとか言ってね。足し算のルールです。あ、
大丈夫ですか。まずさっきチェックしてたんですけど、これも再生リストには入ってないんでもう見れないんですけどね。再生数なんかこれ2本目とかは全あの再生数低いんですけど、これなんか3万ぐらい出てね、なんだろう。わあ、消すんだね。サカサカスか。これも今やめましたからね。途中で基本的には完成形にするので書いて終わるっていう。で、うん、今やったの。あ、うねうねするね。ごめんなさい。またちょっとうねにしますけど申し訳ない。消しちゃったんでね、焦点が合わないっていう。ね、じゃあ次です。今度。あ、そっか、原稿いくのか。日本語で言うと、減る。まあでもね。方と書いて。まあ、字に関しては、まあ、なかなか読みやすいんじゃない？字が持参していくっていう。原稿のルールですけども、まず。いや、でも、いや正直、あれですよ。ほんと、授業動画としては、もうどうなのっていうレベルだと思うんですね。ほんとにそうや、あの、なんだ、卑下するわけじゃなくて、本当に思いますけど。でも、この頃、ね、もちろん何も、同じような動画やってる人もいなかったし、自分でこう、その時に思いつく、きっとベストがこれだったんですよね。この計算をするときに、注目はですね、ここです。カッコの前に引き算があります。ここ、カッコの前に引き算があっちゃいけないんです。なので、勝手に変えます。すごい、勝手に変えます。みたいな。ってことで、自分で足し算に変えてください。いつからこんなテンション変わったかな。動画撮るときしばらく多分こんな感じだと思うんですけど、1個後ろのここです。ここの符号、このマイナスもプラスに変えなきゃいけない。一緒に変えてください。あ、でもなんか、ね、なんか懐かしいですね。懐かしいというか、恥ずかしいですけど、この頃がね、ここがあるからこそ今があるので、変える、これを覚えてください。よく間違うのが、変えるって覚えてんだよ。あ、変えなきゃって思ったんだけど、こっち側は前も変えちゃう子がいるんですけど、それは違います。必ず後ろ、ここをセットで変えてください。なので今問題が変わります。カッコプラス9足すカッコプラス3になりました。なのでここが足し算になったから、さっきの加法と同じルールになります。なのでプラスとプラス、結構見たね。あ、でもあと1分で終わりなんだもん。同じもの最後言っていいですか。するので9と3は足します。なので横にうねりしてますね。12、いいね。9と3を足して12です。でプラスとプラスをくっつけたら答えもプラスなのでプラス12と書いてください。多分最初あれかな、プラスを書かなくていいと言わないでしょうね、きっと。言うかな。ちなみにですけども、ちょっとこれ豆知識ですが、ここあ、言うね、プラス12とありますが、これプラスを書かないで最初の時ってね、書かされるんですよね結構。あ、今も先生に読んだかもしれないんですけど、途中でプラス書かなくていいっていう話が出てきやすい。これはお好きな方で大丈夫でございます。自分はね、最初塾の時はね言わないんですよ基本的に。なんでかっていうと、ルールを覚える方に集中してほしいんで、余計なねプラス書かなくていいよとか、そのパニックにさせたくないっていう。もちろんできる子はできるんだけど、足し算引き算のルールをしっかり押さえて勉強頑張ってください。では以上です。あー、こんな終わりなんだね。なるほど、という感じらしいです。はい、という感じで、特にただただ俺が恥ずかしかったっていうだけの感じになりましたけど、まあなんで今回ねこれやったかっていうと、まあ、ネタ的にも面白いかなって思ったのと、結構自分のところにですね、その勉強動画撮ってみたんで、あの感想くださいとか、あのアドバイスくださいっていうおっしゃるって送ってくれる方結構いらっしゃるんですよ。多くなってありがたい話なんですけど、で皆さんにすごく共通、まあ返せる方には言うんですけど、共通してちょっと思うことは、あのもちろん自分がね思う教育の、まあ、やり方とかアドバイスをするのはもちろん OK なんですけど、でもきっと自分にとって思うことは皆さんにとっての、ただその自分がやりたい教育とはまたずれると思うんですよね。で結構その話を聞いていくと、まだ本当1本目2本目みたいな方が多いんですよ。で多分自分はある程度やってって、で自分でチェックをして違うなって思うこと、まあ自分もそうですけど、軌道修正をして自分で いろいろ考えてある程度形になったものだったら、自分がそこに、あ、でも自分だったらこうすると思いますけどね、みたいな言えると思うんですけど、最初の段階から自分がいろいろ言ってしまうのはやっぱ違うかなと思う。だから自分の今回見せたのは、いや、こんだけひどかったんですよ、ほんと。まあ今も、まだまだですよ。今の動画もまだまだですけど、でも、全然雲泥の違いあるでしょ？今の動画と比べたら。そう、だから、
最初はこんなんから始めて、いろいろ本当に考えて、本当に考えたの、動画に関しては。本当にって言い過ぎると怪しくなるけどさ。だからそういう風に思ってますんで、みんなもね、その勉強動画だけじゃなくって、みんなも何かを始めたとき、最初は下手くそなんだって。下手くそから始まるの、基本的に。でも、工夫をする。自分で考える。ね。もっと上手くなりたいっていう気持ちがあったら、その二つはするから、自然に。で、それを続けることによって、工夫したって失敗するんだよ。そうね、トライアンドエラーだから。それを続けていって、自分の形、勉強法もきっとそう。そうやって、見つけててほしいなと思って、今回ね、やらせてもらいました。っていう真面目な理由をつけてみたけどね。ちょっとでもね、楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、じゃあここもね、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。